郵便番号、郵便番号、郵便番号、英語圏共通、ポスタルコードとは、郵便物の分類に役立てるために、宛先に加えて記された数字や文字である。郵便番号は、各国独自のコード体系が用いられている。イギリスでは地域ごとに、アルファベット2文字が割り当てられている。日本では、おおむね都道府県、市区町村の周波郵便局別に番号が、 割り当てられている。郵便番号は1857年に大ロンドン市内を10の郵便地区に区分けし、それぞれにアルファベット1文字、または2文字のコードを割り振ったところから始まる。このシステムは1864年にはリバプールでも導入され、その後第一次大戦を契機にイギリスからヨーロッパ各地の大都市に拡大して行った。この当時はあくまで限られた。 大都市の中の区分けであり、国全体のすべての地区に高度をありふっていたわけではなかった。大都市だけでなく小規模な都市やもっと小さい村にまでこのシステムを広げようという発想は早くからあったが、1930年以前には実現性に乏しいものだった。全国的に広めた近代的郵便番号システムは、 ウクライナソビエト社会主義共和国で1932年11月に初めて導入された。しかし、その制度は1939年に廃止された。その後、郵便番号はドイツで1941年に、続いてアルゼンチンで1958年に、イギリスで1959年に、アメリカ合衆国で1963年に、 スイスで1964年に導入された。日本では自動読み取り区分岐の採用等による郵便事業のオートメーション化を推進するため、1968年7月1日に3桁 NNN または5桁 NNNN n, 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 n の郵便番号が導入された。この番号は周配事務を行う郵便局に対して割り振られるものであり、当時の輸送手段の中心であった。 鉄道路線網を用いた、鉄道郵便輸送の路線、経路の駅順をもとに大規模局では3桁、それ以外の坪根では5桁であった。郵便番号7桁発祥の地は、川越で、実証実験が行われたのは、川越西郵便局である。1998年2月2日には、それまでの郵便番号の末尾に4桁。 または二桁を付け加えた七桁 NNNNNN の郵便番号が導入開始となり、町域、町名から町名等を取り除いた部分や大型ビルの階層間も個別の郵便番号で指定できるようになった。バンチと合わせてバーコード化することで区分機により郵便物を配達順にまで並び替えることができるようになり、効率良い配送を実現している郵便局内で、 アテナのところに、肉眼ではほぼ見えない特殊な透明インクで、バーコードを印字する場合、局内バーコード、および ID バーコードと、ダイレクトメールなどの大口差し出しの際、差し出し側で宛先と同時に、肉眼で見える形で印字する場合、カスタムバーコードがある。郵便番号7桁化に伴い、従来の5桁仕様の封筒、はがき等に貼り付ける、新郵便番号枠シールが、 全国の郵便局窓口で1997年11月から1998年11月にかけて無料配布された。1998年12月1日までに従来の旧5桁郵便番号枠の製品がすべて新7桁郵便番号枠のものに切り替えられ、郵便番号7桁化が完了した。なお、1998年の年賀はがきは、 差出人の郵便番号枠のみ7桁のものが、1999年の年賀はがきは、95桁仕様のものと新7桁仕様のものが2種類、発行されたが、翌年以降は、新7桁郵便番号枠のみとなった。7桁の郵便番号は、長域をブロックにするのを前提としたシステムであるため、住所を縦の通りと横の通りの組み合わせで示す。京都市中心部では、 混乱が見られ、現在でも郵便番号の利用に煩わしさが残る。例えば、京都市中京区には亀屋町が別々の場所に5つつもあり、7桁の郵便番号も別々に割り振られている。そのため、利用者が郵便番号を書くには、差し出したい宛先がどの亀屋町なのか判断する必要がある。ただし番地には重複がないので、京都市中京区、亀屋町、 xxu のように番地まで正確に来けば、郵便局員の手をあずらわせることになるが、配達は可能である。なお、戸籍や住民票の上では、京都市中京区多公役市通り、堀川東入る,る、亀屋町、xx 番地の u のように、通り名によって住所を示しその後ろに、町名番地を付すのが公的な住所表示である。ただし、郵便番号を記入することで、都道府県、 市区町村などの記入は省略できるが、町域は省略しないこととされている。地が住所に表記される場合、市区町村名の後に、字、大技が続く場はそのまま省略は可能だが、その後の町域名の前の、字、大技は、省略をすることはできない。なお、地名が存在しても、住居や事業所のない、いわゆる無人地帯になっている場合は、郵便番号付与されない。逆に、 それまで郵便番号が付与されていない地名に対して住居や事業所が設置された場合は追加で郵便番号が付与される。そのため現在日本国政府の市政権が及ばず法的には無人島扱いになっている北方領土及び竹島に郵便番号は割り振られていない。ただし、ハボマイ群島は根室市、竹島は沖ノ島町の 郵便番号が割り振られていない地区とみなせばそれぞれ割り当てられている。郵便番号の7桁回顧も以前の形式の郵便番号は郵便区番号として郵便事務に用いられている。依然、周廃を行う周廃郵便局を指し示す番号として有用である。また、各種パソコン向け日本語入力システムや年賀状作成ソフトなどでは 郵便番号を入力することにより、住所を打ち出してくれる機能が存在する。七桁カゴは、宅配便などでも郵便番号が使われるようになっており、山戸運輸や佐川急便では独自の郵便番号簿も発行されている。郵便番号は、市町村合併、町浅名変更、郵便事業会社の支店、集配センター、民営化前の集配郵便局の統廃合や、 受け持ち地域の変更などによって定期的毎月1回に更新されている外ブリック参照。ちなみに郵便番号簿は一時ポスタルガイドという名称になっていたことがあった。などがあった郵便番号が最大5桁だった1990年頃から放送局や通信販売の会社大手企業の本社など郵便物の非常に多い一部の 事業所に対しては専用の郵便番号、大口事業所個別番号が割り振られるようになり、専用の郵便番号が割り振られた、放送局などへの郵便については、住所の記載を省略できるようになった。代表的なものとして、郵便番号162から88、富士テレビ番組名係があった。郵便番号が、 最大5桁だった頃には、大口事業所個別番号は全国で500カ所と言われていたが、7桁か後の2013年現在では、議員会館、観光庁、大学、市役所、大手メーカーの工場などに万1000カ所余りに増加している。この場合の番号は、XXX-85XX が主に振られている。この 大口事業所個別番号の特別な例としては、クイズやプレゼントなど、検証応募用の番号がある。また、旧郵便番号区番号で3桁だった地域にある、超高層テナントビルの場合、ビルの回数で郵便番号が設定される場合がある。なお、この専用郵便番号は徐々に使用廃止される、ケースが増えている。理由は明快で、主な情報やり取りの手段を、郵便から、 インターネットの電子メールに切り替えたことで設定基準を満たさなくなったためこの設定基準は日本郵便が公式サイトでも明示しており参照リンクそれによると1日の第1種提携及び第2種の郵便配達物が50通以上の場合に原則とて設定するとしているフィリピン郵便会社フィリピンポスタルコーポレーションでは郵便番号を米国と 同じく ZIP コードと呼んでいるが、米国で使われているものと異なり他の拡張がない4桁である。マニラ首都圏では複数の番号が利用されるが、マニラ首都圏以外では都市や町ごとに一つずつの番号だけ割り当てられる。シンガポールでは6桁の番号が使われる。最初の3桁は通りか小さな地域を示す。通常、郵便番号はビルや 文譲住宅を特定する。タイでは5桁の数字を使っている。例えば、バンコクと、渡名区では、1万110である。中華人民共和国の郵便番号は、郵政変馬、ヨージョンビエンマー、と呼ばれ、6桁からなる。最初の2桁は、省、または省に、同等の自治体、または、自治区を示す。第三桁は、郵便ゾーン。第四の桁は、県。 または、県レベルの都市。最後の二桁は、周廃郵便局。なお、政府機関などの大口周廃先には、別途番号が割り当てられている。具体的な番号は中国語版の、または、英語版のを参照。中華民国、台湾では、有定区公、用地中派を、と呼ばれ、従来の日本と同様に、5桁、3桁、プラス2桁の番号が使われる。 最初の3桁が地方自治体を表し、残り2桁が集配局、または大口集配先を表す。3桁の自治体別番号の最初の1桁は1から9の大集配区を表している。当初は3桁のみでスタートしたため、一般的な宛先の場合、3桁だけ書いても良いことになっている。具体的な番号は中国語版のを参照。 2015年8月までの郵便番号は、地域別にはリフられた番号3桁、発送用番号と細部の住所別にはリフられた番号3桁、配達用番号を合わせた経営6桁の番号である。一番早い番号は、ソウル特別品各ただたけじ1階の100から011である。2015年8月以降は、1、2桁目が、広域行政区域、 特別市、広域市、道、特別自治道など3桁目が、市、軍、区。4、5桁目が一連番号の、計5桁の番号となった。集合住宅の場合、1日500通、ビルや、機関などの場合、1日300通以上の郵便物があれば、個別の郵便番号が割り振られる。この場合、当該地域を配達する管轄郵便局長の許可が必要となる。 ドイツでは郵便番号をポサライツル略号 PLZ と小市全国に5桁の番号を付番しており、一つの都市の中もいくつもの区域に分割されている。したがって都市地図の検索にも郵便番号が使用されることがある。また、ドイツでは郵便物に郵便番号を正しく記載していない場合、住所が正しくても配達されるかどうかは保証の限りでない。 なお、ドイツの郵便番号の詳細については、円、ポスタルコズインジャーマニー、一覧については、ドイツの郵便番号一覧を参照。A 数字を併用した5から7文字の郵便番号を、全後に付番して使用している。前後2つの部分に分かれ、毎日自分のスペースを挟む。前の部分、ウトワードコードは1文字、または2文字の A 字コードと1、または2桁の数字コード。 ロンドンの一部のみ数字一桁エジ一文字の場合があるからなり、後ろの部分、インワードコードは数字一桁とエジ二文字からなる。前後それぞれがさらに二つの部分に分かれ、それぞれの組み合わせによって配達エリアを指定するというシステムになっている。不判例、英語版ページより天才、ロンドンビクトリア駅近くのエバリーストリートのもの、前述の通り、世界で 初めて郵便番号システムを導入したのは大ロンドン市だった。その後国内の各都市に広がったが、このシステムはそれぞれ統一されておらず、書式なども異なっていた。人力で処理している間はそれでも良かったが、1950年代に入って進んだオートメーション化で機械式の仕分け機が導入されると問題となり、全土で統一された郵便番号システムを導入する必要に迫られた。 統一システムは1959年に、ノーフォーク州の立地で試験運用が開始された。この時のものは、A 字3文字プラス2桁の数字 A 字1文字の6桁だったが、その後改良が加えられ現行のものへと変化した。段階的に全国で導入されていったが、全土に普及したのは1974年のことだった。利用者の利便を図るため、旧システムも即時廃止とはせずに併用された。 スイスではヨーロッパの中でも郵便番号制度が早くから完備しており、リヒテンシュタインを含む各県を9つの地方に分け4桁の数字で表している。例えばチューリヒは8000、ベルンは3000という具合で、これらは県コードにも準じる扱いで地図やホテルリストにも記載されている。また、スイスで使用される消し印には、機械院、手押し印、風景印。 記念院のすべてに郵便番号の記載がある。A1A1A1 のような6桁の A 数字。上3桁は日本の上3桁と同じような意味。なお、カナダの機械員は曲名表示がなく郵便番号しか書かれていない。詳細はアメリカ合衆国では ZIP ゾーンインプルーブメントプラン、または ZIP コードと呼ばれる形式の郵便番号の 様式を採用している。アメリカ合衆国郵便公社の商標である。日本の郵便番号の様式とは異なっており、州と都市によって5桁、または9桁の ZIP コードが割り当てられている。強いて言えば、5桁の部分の ZIP コードは、日本の7桁郵便番号の上3桁分の意味に近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。